どうも、カズマルクスと申します。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ということで、前回と同様ね、早速走っていきたいと思うんですけども、よし、じゃあ初手 200BB か、これ嬉しいね。ということで、さあやっていきたいと思います。まこっちさん、ぶどうさん、高評価ポチッとさん、ポチッとのとがさ、カタカナのワロタということで、虫キングさんもね、ありがとうございます。さあ今回のカスタマーはこちら、じゃん、モートンクッパクラウンスカイローラでお願いします。はい、大丈夫。ということで、これかなり制御難しそうな気がするんですよね。まずね、最重量カスタムかな、最重量じゃないけど、なんかあのキャラが重たいし、まずこのクッパクラウンって制御は難しかった気がするんですよ。でこれでさらにモートンはちょっと厳しいなという感じなんですけど、まあ早速ね、これで頑張って走っていきたいと思ってますんで、高評価ぜひぜひね、僕にね、押していただけると、毎日元気をね、キープできるというか、高評価で本当にね、仕事とか、マジな話、仕事とかね、やってる時に高評価のね、ちょっと待って、やばい変態ミスク、ちょっと着地ミスったわ。さあ、ここでしっかりの2つ取っていくと、高評価の数だけ、本当に、これちょっと避けるか。危ないね、そんなのに俺は食らわねえと。さあ、ブドウさん、あ、ナイス、トゲコーラ、オッケー。さあ、ブドウさんも引いて、これちょっとしっかりトゲコーラ、これちょっとね、ガンガン当てていきたい。これちょっと、制御して、オッケー。あー、嘘、俺、あ、ナイスナイス。ただ、これ2位で、これはどうしようかな。さあ、しっかり、あー、コイン出ちゃうか。コイン出ちゃうけど、まあしょうがない。なんでそれ赤、持ってんの、コーラ。ちょっと、やっぷな、アップな。あー、ツバちょっと出ちゃった。ごめん、来たんかごめん。いや、マジかよ。7位、オッケー、7位。うん、まあ危ない、まあっていう結果じゃねえんだよ、全然。マジかよ。ファイヤーが悲劇の始まりでしたね。ということで、今回はね、このカスタムでやっていきたいと思ってますんで、初見さんね、もしいましたら、リクエストね、ぜひぜひ使ってほしいもんがあれば、コメントでね、採用いたしますんで、よろしくお願いいたします。さあ、引き続きね、レースの方やっていきたいと思います。200cc、GBA マリオサーキット、やっていこう。はい、大丈夫。パタテンばっかだな。前、やっぱね、早い人みんなパタテン使ってる。200は本当にパタテンおすすめです。これ。絶対にね、パタテンおすすめです。で、特におすすめなのが、まあ、初心者だったらパタテンの軽量キャラがいいんじゃないかなと。で、慣れてきたら、準重量でもいいかなと、個人的には思うんですけど、とりあえずね、初心者から上級者まで、もう本当にね、万能なカスタムいたらロイパッドなんじゃないかなと。さあ、早速ね、これちょっと制御して、OK。あ、スーパー溜まってんの。まあ。でねー、このモートンね、あんまり使わないんだよな、なんだかんだ言って。で、クッパクラウンも使わないから、使わない同士のカスタムでちょっと今回ねやっていくつもりなんですけどね。さあ、コイン1枚と、ここ2枚、あ、ここ2枚返しなくて、うわ、ボムアップな。さあ、ここへ MT 解放のね、ミスクもしっかり決めていくということで、 OK。 さあ、インツキ完璧だな。ここでちょっと1枚交換して、え、来た。さあ、クラ引いてほしいな。まあ、あー、 OK、 マジか。さあ、これちょっと置いて、オッケー、あー、赤コーラ来るなやあ、1位だ、まだ。オッケー。さあ、これで、あそこで赤コーラ来なきゃ完璧だったんだけどな。さあ、これは最後、これちょっと、あー、スナイプちょっと遅かったね。今、スナイプのチャンスが普通にあったのに、なんでスナイプしなかったんだよって突っ込まれると思うんですけど。はい、ということで、なんか俺自分の実況にツッコミ入れてみたみたいな動画も作ってみたいなと思ってるんですけどね。皆さんやってほしいことがあればね、コメント欄にてね、じゃんじゃんお書きください。よろしくお願いします。マジかよ。カズマルクスさん。もう、俺と同じ名前にしちゃってるじゃん。もう名前変えてるじゃん、この方。毎回。まあ嬉しいんですけどね。褒めてくれたり、なんかよくわかんない名前にしたりとか、なんか面白いんだよね、見てて。で、とうとう俺と同じ名前にしちゃうっていうね。やっていこうか、ということで。さあ、こう、インツケ多分抜けると。ということで、さあ、コイン出ちゃうか。まあ、ここは UMP 貯めてしっかり。多分 UMP 貯めない方が早い説あると思うんですよ。タイムアタックでも、SMT 解放なんで、けど UMP 貯めちゃう。さあ、やってて。さあ、コインここで8枚にすると。で、こうちょっとバナナ置いて、この UMT は、これ気持ちいいんだよな。みんなやってみてくれ。気持ちいいから。さあ、ここでしっかり制御して防御を構えといて、あー、スーパー溜まってんの、ちょっと痛いね。ケビンさんいいんじゃん。待って、本物かな、あれ。200の帝王来てよ、ちょっと。待って、タイムアタック多数世界一、
世界チャンピオン取ってる方ですね。ちなみにマジかよ。しかもトゲちょうど来たし、これはちょっとブレーキして、ここで交換するということで、さあ、あーナイス。まあここはねダッシュマンの近くで受けたんで大丈夫ということで、ケビンさん本物かなあれ。いやマジで嬉しいんだけど。いや最近さ、ジミーさんとかもさ、なんかすっかり見なくなったなと思ってね。一応フレンドなんですけど、ジミーさんとは。いやーマジか、めちゃくちゃタイムアタック早い人が、いる部屋となっております。これはねめっちゃテンション上がる。さあここでしっかり10枚にすると。いやボム出たな。赤コーラ多いね。ちょっとこれちょっと置いていこうか。ここでしっかり置いて、もうあかん。これちょっとここで、ストップして、ちょっと多くねえかねえ。今の俺が悪いね。今前にバナナ、俺が悪いんだけどさ、完全にちょっとさ多くない。もうちょい1位待遇してくれよ。アイテムがちょっと。ということで早速ね、引き続きレッスンの方やっていきたいと思います。ケビンさんありがとうございます。というわけで早速やっていきたいと思います。アタアタさん合流ありがとうございます。ほら VF ケビン、もうこれ完全ミスターケビンウェルカム。早速ねやっていきたいと思います。なんかさ、いろんな外国の方がね、はい、合流してるんですけど、もうケビンさんはね、もう、格が違うからね、本当に。もう早速やっていきたいと思います。早速ミー使ってるね。頑張っていこう。さあ、ここでしっかりね、制御して。意外とでもこれ、ありかもな。なんか、モートンはパタテンとか、ハナちゃんバギーが強いイメージがね、ちょっとあるんですけど、あと、スタンダードバイクとか。ね、見た目もまあまあ可愛いしね、普通にいい感じのカスタムなんじゃないかなと。ちょっと語彙力あんまなくて申し訳ない。さあここでしっかりスーパー貯めて。さあマコッチさんが後ろにいる。さあこれね、ちょっと一回試したいことがあって、前にも言ったんですけど、あ落ちた。これやばい、やらかしたわ。200cc で枝処理したらどんくらい飛ぶのかっていう企画をちょっとやってみたかったんで、まあちょっと次回やっていこうかな。はい、まあ皆さん見てくれると嬉しいです。あこれサンダーちょうど飛べる。 OK。 さあここでしっかり、うわマジか、これは、あーぶつかっちゃうか、マジか。遅すぎてなんかぶつかっちゃったわ。さあでもう一回まずトリーも、どうしようかな。これは嬉しいね。さあサンダーもう一回来てくれ、もう一回サンダー来てほしいね。このスーパーしっかり解放して、ここでもう一回150大会やってって送ってきてくれてありがとうございます。さあここでしっかり、貯めて、さあこれちょっと当てていきたいな。ケビンさんここ世界一だからね、このコースタイムアタックだからめちゃめちゃ速いと思うんですよ。でここでしっかりトゲきた、これはちょっと使っていこうか。何引くかなといったところ、おおコーラか。ここでしっかり、もう一回これちょっと入れ替えして、いやトゲコーラナイスなんだけどさ、オッケー、ドンピシャ、危なかった。なんだろう、テレサがねちょうど終わる頃にサンダー来てくれたんで、ギリギリね、なんだろう、回避することができました。言葉はちょっと出なかったね。いやーこれ嬉しいね、ありがとうございます。ということで、そろそろねこれで終わりにしようかな。ちょっともう1レースやりましょうか。1位取ったんで、さあやっていきましょうか。 200cc、クッパキャッスル、ラストレース頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや嬉しいね本当に。フレンドさんもね、たくさんの方がね本当最近すげえ入ってきてくれて嬉しいんですけど、まあ、ケビンさんもね本当ありがとうございます。よろしくお願いします。ラストレースも1位目指して頑張っていこう。はい大丈夫、はいスタートよろしくお願いします。さあここ最初 JA 入れないで、ここでし、あーちょっとぶつかっちゃった。まあこれしっかり MT 貯めて、頑張っていきましょう。さあここでこれちょっと針を、しっかり見極めながら、オッケー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 。ここね俺よく当たるからね。ドリフト入ってねえんだけど、なんで今ドリフト入ってなかったしな。ここでしっかりミス決めていきましょう。ちょっと多少速くなるんで、ここでしっかり入れ替えして、オッケー。さあこれはちょっと投げていこうか。これ投げて、ここでしっかり投げていくということで、申し訳ない。さあこれちょっと後ろ投げていきましょう。後ろ投げて、ここでしっかり制御して、オッケー。さあナイスバナナ。さあ次のね、ハリーはこれハンマーがちょっとね位置をねしっかり把握していきましょう。ここでしっかり4キー貯めていきましょう。4キー貯めなくてもいいと。ジャンプアクション、ジャンプアクション、ジャンプアクション出ない。ここでしっかりニスク決めて、夜行ニスク気持ちいいんだよマジで。
さあここでしっかりボンボン置いといて、何が出る？バナナ。さあここで下ルート行って、キノコ持ってたらショートカットして 上ルートの方が早いと思うんですけどね。これビームでなんとか消えねえかな。ビームでも何でも、あーサンダー来ちゃうか。ただ後ろアイテム取りそうじゃない。もうダブルサンダー来た。ダブルサンダー来ちゃうか。なるほどなるほど。さあこれはね、ジャンプアクション決めて、これ2つ取っていきたいな。 OK。 さあしっかりここでちょっと膨らんじゃうね。ちょっと膨らんじゃったんですけども、ちょっと右ルート行こうか。 OKOK、クッパの手も来てないんで、しっかりここでジャンプアクション決めて、これ気持ちいいな、ここのジャンプアクションは特に。さあここでもう1回やり返して、多分あれ2つとも不可能に近い。キノコ持ってないかな、後ろ大丈夫かな。これちょっと上ルート、いやいや普通に普通ルート行って、 OKOKOK。1位でゴール。最後ね、最終レースを1位でね、締めくくることができました。ありがとうございました。ということでね、今回ね、めちゃくちゃね、白熱したレースが、見せられたんじゃないかな。ありがとうございました。ということで次回もね、見てくれると嬉しいです。あとね、リクエストよかったらね、よろしくお願いします。使ってほしいキャラクター、あとカート、タイヤ、カイト、なんでもね、一つでもいいんで、初見さんいましたら、フレンドさん、あとね、見てくれてる方、誰でもいいんでね、リクエストの方いただけると、嬉しいです。ではでは、お疲れ様でした。ありがとうございました。